皆さんこんにちは、ミセスロイドです。今日は3月の23日月曜日です。で、旦那はやっぱり隣の、ソファーでやっぱり仕事なかなか集中できないみたいなので、上の2階の、デスクのある部屋に今行ってます。ので、いつも通りのダイニングルームで撮影しています。で、昨日の発表の段階でイタリアの初期より早い勢いで死者が増えているというので、ボリス・ジョンソンがですね、人と人とのコンタクトを避けるように厳しく言ってるんですけど、今日もですね、すごい天気がいいんですよ。で、やっぱりイギリスってすごい天気が悪いんで、天気が良くなるとみんなもう一斉に外に出るんですね。公園とか芝生に座って食事したり喋ったり寝転んだりするんですけど、で、昨日だからもちろんうちは田舎なんで、近くの公園に行っても人はまばらなんですけど、都会、例えばロンドンとか、多分すごい芝生もいっぱいいっぱい、それこそ日本の花見じゃないですけど、そこまで混雑はしないですけど、かなりの、人出が昨日日曜日あったらしくって、もう本当にこれ以上、ね、患者が増えると、もともとイギリスの医療って良くないんですよ。普段からベッド数とかスタッフの数が足りないっていうので問題になってるので、もう本当にこのまま増えるとマジでやばいと思っています。まあ、とりあえず私は家でじっとしているのもなんなので、こうやってビデオをなるだけアップしていきたいと思っています。で、気を取り直して、今日ご紹介するお菓子はこちらです。まずはこのカットバリーはクリームエッグの回で紹介しましたけど、このカットバリーというのはすごいイギリスでは有名なお菓子のメーカーです。で、特に私はこのミニロールというのがすごい好きで、ファミリーパックを買っては毎日、実は1個か2個毎日食べてます。で、そのカットベリーのこのこれですよ、チョコレートトライフル、皆さん覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、トライフル、スポンジにカスタード、フルーツジェリーというですね、もうとにかく私が多分イギリスで一番美味しいデザートだと思っているトライフルなんですけど、これはチョコレートトライフルですよ。で、もう一つこれ、イースター前っていうのでイースターエッグ売ってるんですけど、このリミテッドエディションのこのエッグのデコレーションのあるやつ、これ両方とも安くなってたんで店で 買ってきました。レイヤーズオブジョイチョコレートトライフル、これ1つが228キロカロリーですね。イースターのリミテッドエディションですね。エクサイティングと書いてあります。これ、砂糖なんでしょうか。これは1個、意外に200キロカロリーってこと、こっちの方がカロリーは少ないですね。
あトライフルっぽいですよね。クリームがかかってます。でこっちはエッグだではいただきます。まずはトライフルからいきましょう。あ、美味しそう。クリームはふわふわですよ。あ、美味しいこれ一番下がスポンジ、チョコレートのスポンジで、その上にチョコレートムースがあって、クリームがすごい、これ美味しい。すごい、あのチョコレート、これ甘くなくてすごい渋い。あ、これはマジで美味しいっす。このシュワシュワっていう、これ聞こえますか、あのすくうときにシュワって音が。あ、美味しい。すごいすごい渋いチョコレート、これは幸せ。これ全然甘くなくてすっごい美味しい。これは美味しいですよ、超おすすめ。もう一気に食べますなんか今のところは外に出れるので、あのポケモン GO をしにうろうろ歩いてますけど、もしね、みんながパーソナルディスタンスを守らないようであれば、イタリアとかスペインのように外出禁止になる日も近いんじゃないかなと思うんですが、ね、イタリアではあのポケモン GO をやりに外に出て捕まっちゃった人なんかもいて、ああとか、明日は我が身かなとちょっと心配です。あのでも今朝もね、歩いててやっぱり不思議ですよ。なんかやっぱり向こうから人が来るとお互いこう距離をこうちょ若干こう避けながらすれ違うっていう、すごいなんか、うん、すごい変な感じです。これすっごい美味しいこれはおすすめです。で次、これどうだろう、なんかクリームエッグ、前に食べたのはあれは全部シュガーだったんですよね。すっごい甘かったんですけど、これは果たして、まずこの白い、甘いこれ、あ、でも甘いんですけど、あのクリームエッグほどのシュガーっていう感じではない。なんだろう、このあ、でも甘いな、甘いけどなんかプリンっぽい味。この白いこの卵のところはプリンっぽい味がします。下は完全にさっきと同じチョコレートのスポンジで、これはあの下のスポンジ自体は全然甘くなくて、チョコレートの渋みがあります。
うん、悪くはないです。そのちょうど下の苦いチョコレートの苦みのあるスポンジとちょっとプリンっぽい甘いソースみたいな感じ。でもちょっとやっぱり甘いかな、うん、でもそこまであのクリームエッグみたいに食べられないということはないです。ちょっと甘いけですけど、うん、下のチョコレート美味しいわ。今撮影してるの朝なのに、や朝からこんだけどんだけ食べてんねんって感じ、うん、なんかこの家にこもっているいつまでね終わるか分かんないんですけど、なんかすごい太りそう。渋いんでそんなに甘さは感じないですね。美味しい美味しかったです。特にチョコレートトライフ、ごちそうさまでした。あのカントベリーのやつは、まあ、あのクリームエッグ以外なら結構どれもいけると思うんで、あのそれこそミニロールだったり他のお菓子、あのチョコレート類すごい、あのカントベリーのチョコレートはすごい美味しいんで、あのぜひお土産にも買ってみてください。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。